PJ ソウルズはアメリカ合衆国の女優である。1950年、西ドイツ、フランクフルト生まれ。父親はオランダ人で、母親はニュージャージー州出身のアメリカ人。父親が世界規模の保険会社に勤めていた関係で、ソウルズ自身、幼い頃からカサブランカ、モロッコ、マラカイボ、ベネズエラなどの国に住んだ経験がある。高校時代は、 ブリュッセルのインターナショナルスクールへ通い、当時ニューヨークにあった女子大ブライアー・クリフ・カレッジへ進学した。プロの女優へ目指してマンハッタンへ渡り、コマーシャルや雑誌のモデルとしてキャリアをスタート。1973年あたりからテレビドラマなどへ出演し始め、1976年にブライアン・デ・パルマ監督のホラー映画、キャリーなど、 数本の映画に立て続けに出演して映画デビュー。ちなみに、キャリーで彼女を見た映画監督のジョン・カーペンターが感銘し、1978年に自身の監督したホラー映画、ハロウィンへ繋がった経緯がある。それ以外には、ロックンロールハイスクールの主演や、ビル・マーレー、ハロルド・ライミスら出演のパラダイス・アーミーなどの作品で知られている。これまで3度の結婚歴があり、 九百七十三年に最初の夫、ジェイ・スティーブン・ソウルズと結婚したがニューヨークとロサンゼルスの往来が増えて、すれ違いが増して九百七十五年に離婚。九百七十八年にインナースペースなどのデニス・クエイドと再婚したが九百八十三年に離婚し、九百八十三年からは三番目の夫と結婚しているが、九百九十八年に 離婚した。ありがとうございます。